脳みそがキューってなってる。今日は暑かったね。ね、今日めっちゃ暑かったね。今日は電気つけてるんですね。毎日暗くていいなら暗いままがいいけど。なら暗くても言うと本当優しいね。顔がちょっと赤いって。なんか今日ちょっと顔赤いの。暑い。でもなんかこの部屋が暑いのかな。ちゃんと取るんだよね。そうするわ。水いっぱい飲みます。エアコンつけとらんで。つけてないね今。ほら入ったって。入ってない。もう帰ってきてずっと稽古動画見て、わもうこんな時間だってなって。よかったよね今日。明日はと、まあ、止め通しではあるんですけど、初めての通しなので頭がパンパン。早く寝ないとでね。早く寝ないとなんだけど、そうね。もう結構覚えたって。いやもうわかんない。自分が覚えてるのか覚えてないのかもわかんないの。なんか怖いよね。だから本当にちょっとまだ今日寝るのはまだまだ先だなって感じ。ちょっとまだ頑張ります。ありがとう。頑張る。ちょっとこの投資が終わったらだいぶ自分の中でまとまればいいなっていう感じかな。気にせんとどっちの方が覚えることあるんで。いや比べらんないな。なんか覚えてる期間が違うからね。いや気にせんがやばかった。単純に気にせんに比べたらまあお稽古の期間が単純に取れてるからっていうのはあるんだけど、気にせんはねすごかった。もうあれはもうもうあれはもうだよ。
あんま記憶ないもん正直。君せん大西本当に。記憶がない。だからセリフもね、覚えてないもん、君せんのやつ。まあ、それは全部の舞台か。それ言ったらまあ全部の舞台覚えてないんですけど。でもなんか、だいたい記憶には残ってるじゃん。君せんはもうね、もうただ不安というかもう頭の中がずっと不安でいっぱいだった記憶がもうずっとあった。だからあれを今回と比べるのはまた違うかなとは思うんですけど、でも難しいね。なんか前回は本当にいっぱいいっぱいっていう感じだったんですけど、今回はまだなんかつながりがよく分かってない部分がいっぱいあるので、明日やってみてっていう感じ。明日でね、流れが分かるといいな。とりあえず毎回ヒーヒー言ってるってことですなって。いや本当そうよ。だからもうあのね、もう本当あれなんだって。あれなんだって。いやもう演技が向いてないんで。だからもうそういう脳みそなんだよね多分。本当に本当毎回ヒーヒー言っててごめんね本当。すごいよ女優さん俳優さんは。本当に尊敬する。ね、尊敬です。だから本当尊敬。でも女優になりたいって言ってたよね。え大西？本当？本当？あ、そう、見たことあったかな。とか出たのかな、大西。まあ、行ったことないような気はするけれども。もしかしたらみんなの夢で言ったのかも。もしかしたら、ね、まあ裏方さんになりたいんだっけ。なんかあれだよね、イベントとかしつつ裏方とかできないのかな。ダメ。どうですか、そういう道ってあるのかな。事務所に残ったりとかしてさ、みんなとイベントはするけど裏方でみたいな。そんな職業ある、事務所に所属しといて。そんな職業ないかな。本当にできるかな。え、それなら大西演出女子さんやって。演出助手さん。
え、そうなのかな、そういう道もあるのかな、聞いたことないかもってね、聞いたことないね。イベントはしつつ、でもそんなみんな集まってくれなそう。フッカル？フッカルでいける？みんなみんなフッカルでイベント来てくれる？演出女子のもし演出女子やるってなったら来てくれる？ほんまかいなほんまに？ほんまに来てくれる？本当？みんなで舞台作るって、あ、みんなで舞台作る？みんなで舞台作る？みんなでなんかやる？どう？本当？みんなで舞台作る？もう一度演出助手でいいじゃん。そこは変わらずで大丈夫そう？本当？演出誰やって？演出誰よ？主演や誰やるって、あ、みんなでじゃんけんして決めていいよみんなでじゃんけんしない？みんなでじゃんけんして決めて、取り合いはダメだよ。オーディションとかになっちゃうから、取り合いとかだったら、うん、どうだ、たまには悪役やってみせてって、もし悪役なら出る演出助手やりながら悪役なら出るわ。でもその話したの、つい最近、あの舞台のキャストの皆様方と、皆様方っていうか、そう、何人かで話してて、あの今回とわつがいっていう舞台、やばい、57分だっても喋れないじゃん。話せなかったじゃん。また覚えてたら、じゃあ今しようとしてた話するね。一旦じゃあランキングの方読んでいきます。いきますよ、1位でんすけさん、ありがとうございます。イエイ。そして2位がまゆゆかちゃん、ありがとうございます。イエイ。そして3位がコバアットマーク大西よしさん、ありがとうございます。イエイ。そして4位がマークアコードアットマーク太田軍大西大地空挺団さん、ありがとうございます。イエイ。そして5位がきょういさん、ありがとうございます。イエイ。そして6位がアンマンさん、ありがとうございます。イエイ。で7位が MM ルールズアットマークギフノールと人生に乾杯さん、ありがとうございます。イエイ。そして8位がエイトさん、ありがとうございます。イエイ。そして9位がヨーちゃんとユーももち大好きだよさん、ありがとうございます。イエイ。そして10位が KATT さん、ありがとうございます。イエイ。そして11位がおやちゃん、ありがとうございます。イエイ。そして12位がライオン丸さん、ありがとうございます。イエイ。そしてラスト13位が筋肉愛好家さん、ありがとうございました。イエイ。ありがとう。皆様もありがとうございます。そしてタワーかな？タワー1位の方かな？虹のやつかな？ありがとう。じゃあ読んでいくよ。1位の、デンスケさん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 、レインボータワー、ありがとうございます。ありがとう。ありがとうございます。ありがとう。綺麗なお虹がかかっておる。ありがとうございます。イエイ。ありがとう。皆様も本当にありがとうございました。ということで、じゃあもうそろそろ時間かね。では終わりたいと思います。はい、いきなりですが質問です。皆さんの好きな色は何ですか？でもでもでもやっぱぺってでもでもやっぱりそこは、せーの、この色。はい、ありがとうございます。 AKB48 の西桃佳でした。今日も見てくださった皆様、本当にありがとうございました。では明日止め通し頑張りたいと思います。じゃあね。
ありがとうございました。バイバイ。おやすみなさい。バイバイ。